イルマイナ -102 イルマイ -102 イルシンイルマイナ -102 はイルシンにより設計されたジェット地上攻撃機の実験機である。スホーイス -25 の型が勝っており、本機が採用されることはなかったため数機の試作機が製造されただけだった。1967年にソ連空軍はジェット基板シュトゥルモビーク重装甲地上攻撃機の使用を作成した。 スホーイが全く新しい短座機のスマイナス -25 を設計したのに対し、イリューシンは1953年に製造したイルマイナス -40 の改良版をイルマイナス -42 の名称で提案した。この機はスホーイのものとは異なり遠隔操作のビブ重刀を備えたニザの機体であった。イルマイナス -42 はソ連空軍により却下されたが、イリューシンはこの機を イル -102 となお開開発を続行することに決めた。静止テスト用の2号機が製造される一方で、イル -102 の最初の試作機は1982年9月25日に初飛行し、1984年にエンジン寿命が尽きて飛行停止になるまで250回の試験飛行を行った。イル -102 は2機のクリームオフ RD-33B。 NB ターボファンエンジンを装備し、緩やかな抗体格の主翼を持った、低翼端容器であった。第二次世界大戦時のイルマイナス2やイルマイナス10以来見られなかった、ビブ重刀という当時の地上攻撃機としては、異例の装備を持ち、これは、主翼の公園あたりのコックピットに座る重手により、遠隔操作された。搭乗員のコックピットとエンジン、燃料タンクは、 対空砲火に備え走行が施されていた。1984年に開発は放棄されたが、イル -102 の試作機は輸出市場での受注を目視して1992年にジュコーフスキーでも用されたモスクワ航空宇宙省にて公開展示された。データフロムザオスプレイエンサイクロペディアオブロシアン、エアクラフト1875から1995。ありがとうございます。